特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会は日本のオリンピック選手を中心とする組織。日本のオリンピアン相互の理解と親睦を図り、1995年に当時のフアン・アントニオ様ランチ国際オリンピック委員会会長の提唱により、設立された世界オリンピアン協会の一員としてオリンピックムーブメントを推進し、スポーツを通じた世界平和と 国際的友好親善に貢献するとともに、日本におけるオリンピックとスポーツの振興に寄与することを目的として、2003年9月5日に任意団体として日本オリンピアンズ協会が設立された。2006年11月13日に特定非営利活動法人化し、正式名称を特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会と改めた。事務局は、 東京、新宿区にある、ジャパンスポーツオリンピックスクエア内にある。日々、オリンピアンという言葉の浸透に努めている。略称はオッチである。主な活動は以下の通り。役員の多くは、オリンピック出場経験がある。顧問名誉会長会長副会長理事長、常務理事理事幹事。ありがとうございます。